退ける判決を言い渡しました。これを受け、原告の市民グループは会見で、需要は減少していて一方的な価値判断だとコメントし、控訴する方針です。岐阜県警が風力発電施設の建設に反対する住民らの個人情報を中部電力の子会社に漏らしていたことが分かりました。中電の子会社シーテックによりますと、大垣市に建設を計画している風力発電施設をめぐり、大垣署と反対運動について去年8月から4回